鈴木達也プロのキャッチフレーズといえば何でしょうか。正解はジャンカイのファンタジーということで、お二人とも正解でございます。本当達也さんすいません、すいません、本当にすいません。次の問題、麻雀連合より小林豪プロのキャッチフレーズ、こちらに載っているものなんて書かれているでしょうか。はるちゃんが頭のマッサージに入りましたねさあ、小林豪プロ、こちらにはしっかりねキャッチフレーズ載っております。ゴーさん、ちなみにゴーさんの細かい情報、1976年2月12日生まれ、東京出身。誕生日近い。あれちょっと待って、あれこれじゃなかったっけな。あれ得意なことはカラオケ、2018年 RTD リーグ優勝しております。あれさあ、 M リーガーでもあるゴーさん、ゴーさんのキャッチフレーズ、間違うことはきっとないと思います。ちょっと立ちますね、すいません。立ったら何か変わるんでしょうか。カメラを無視して立ち上がって、ずっとなんかもうおへそより下だけ映ってましたけどね。難しいんだね。はい、では書き終わった早いのが河野さんかな。はい、じゃあ河野さんからいきましょう。河野さんの答え読み上げてください。はい、小林豪さん、スーパーデジタル。おー、今法ってことは違うってことですね。なんかデジタルとかロボットとかついてそうだなっていうイメージだったんだけど、なんかこういう人いっぱいいるじゃないですか、なんちゃらデジタルみたいな、うん、そうそう、多分こっちいっぱいいるね、他に。そう、分かんなくって。はーちゃんの答えはじゃん、はーちゃんこれなんて読むの。ヨンラスくん。いやいや、キャッチヨンラスくんは。あらー、ダメだー。スーパーデジタルだって気がするんだけど、はい、さあ、では答えを発表させていただきます。小林豪プロのキャッチフレーズ、こちらに書かれているのは麻雀サイボーグ。というわけでお二人、不正解でございます。ほら、違う人じゃん。あ、麻雀サイボーグだったわ。確かにピンときた、言われたらピンときた。ではここからは逆パターンの問題になりたいと思います。逆、今度はお名前を言ってからキャッチフレーズではなく、私がキャッチフレーズを、はい、キャッチフレーズを言うので、その方のプロの名前をフルネーム、はい、漢字じゃなくてもいいですか。ひらがなでも OK です。やったですが、フルネームでお願いします。大丈夫ですか。え、読むじゃないです。さあ、ではいきます。キャッチフレーズ、ジャンカイの575。このキャッチフレーズなのはどのプロでしょうか。大丈夫かな、私。ふざけたね、キャッチフレーズでございますけれども、まあ五七五ってことはおそらくね、俳句あたりが得意なのかななんて思ったりもしますけどね。ジャンカイの中でこれを掲げている選手が一人いらっしゃいますね。どなたなんでしょうか。一番書いてきたの、今まで人生で。ここに。さあ、お二人とも答えは？ひらがなでもいい。はぁ、ひらがなで書くやつ、ひらがなでもおらんやろ。さあ、では、はるちゃんがすごい不安な顔で私を見てくる。はい、じゃあ同時に行きましょうか。これ間違ったらずないで、ね、答え見えちゃうから気をつけて書くの。いくよ。はい、同時に行きましょう。お二人、お名前大きな声で読み上げてください。せーの、河野直也。はるちゃん、矢を隠している。さあ、その矢は漢字が正解ですね。あ、よかった。お二人とも正解。よかったレベルの話じゃね。いや、はい、というわけでジャンカイの575は河野直也さんですね。よく知ってるね。うん、俺が考えたんだ。キムタクかと思って、顔的に。うん、キムタクの方の矢だと思って雑な顔的に。顔的に。はい、次の問題いきます。キャッチフレーズが、ヤクマンクイーン。ヤクマンクイーンというキャッチフレーズになっているプロはどなたでしょうか。え、何体は？ヒントくださいみたいになってますね。え、何体言ってたよね、ずっとね。逆
逆パターン欲しがる。え、だってどんたがないとヒントね、女性です。それはそうだ、いいんだもんね。じゃあヒントだよ、うん、最高位戦ではございません。ちょっと難しいと思うので、うん、もう一声ヒントいきます。はい、この方は、うん、全ての役満を上がったことのある方です。そうなん。だからこのキャッチフレーズになったというのもこちらに書いてあります。いいから書いてもらえますか。さあではそろそろお時間となりました。今回のキャッチフレーズ持ち主どなたなんでしょうか。さあ役満クイーン、まずは早かったまっちゃんからいきましょう。はい、はい、大きな声でお願いします。さきみんよりプロ。おー、さあこれは河野さんと答えは合致しているんでしょうか。河野さん答えをお願いします。さきみんよりプロ。お、置きに行きました。さあ役満クイーンと名乗っているプロは正解、さきみんよりプロです。イエーイ、合ってる、合ってるよ。だからすごいね、さきみちゃんの感じもしっかり。さきなんていろんなパターンあるからね。確かに、プラスよく言ったね。確かに、だってさきね、危ない、立つだか大きい、大きいだかいろいろあるから。この山上だったりね。そう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 、確かに。でもじゃあ偉い、千葉は確かに。これ2点あげたいぐらいだね。じゃあもうお前1点です。いや僕にも2点欲しいぐらい。僕は普段さきみさんとしかやってないゆりさんまでかけてる僕に。さあでは次の問題に行きたいと思います。難かった。はい、次の問題です。よみがえり師第六天魔王、よみがえり師第六天魔王、こちらのキャッチフレーズの麻雀プロはどなたでしょうか。さっき見たな。あ、見たんだ。ずるいじゃない。じゃあパラパラパラってやった時お家で見てますもんね。そうですよ。いや一緒ですよ。お家じゃないの、本当に。全然今のところもペンの動くあれもないからヒントがないと。ではヒント一つ目いきます。はい、日本プロ麻雀協会の選手です。そうなんだよね、協会なのは分かったんだよね。そうなのよ。男性です。そうなのよ。いや、多分本人が今見て震えてるんじゃないでしょうか。いや俺俺って今思ってる。じゃあヒントいきますね。はい、その方の個人情報をさらにいきたいと思います。1987年3月20日生まれです。滋賀県のご出身、 B 型。趣味は温泉旅行です。全然ヒントにならない。ライバルと思うプロ、渋川ナンバープロです。あ、すごい、てらっしゃる。以上のヒントをもちましてお答えください。わかった、わかった。ちょっと漢字書けないから。あ、でも漢字書いて間違えたら嫌だな。さきみさんの時も置きに行きましたしね、うん、はい、ではこれで締めたいと思います。字違う、漢字で書きます。あ、ひらがなで書きます。はい、じゃあはるちゃんからいく。はい、はるちゃんの答えはこちら。危ねえ。いやー、わからん。田之内翼プロ。甘いね。教会だね。甘い甘い。あ、甘いということは違う答えなんですか。はい、はい、では河野さんの答えこちら。漢字かけたの下石劇さん。下石劇、あ、劇さんの劇が書けるかどうか。劇ちょっと難しかったんですけど。はい、さあそれでは正解いきたいと思います。よみがえり師第六天魔王、こちらのキャッチフレーズの持ち主は下石劇。イエーイ、正解。唯一の、もう最大のヒントをくれたのは生年月日だったね。田之内くんは僕かなり年下なんです。そう、なんか若いんでしょ。1987年生まれだから。よく喋るよ、当たったら。さあ次が最後の問題です。はい、さあなんですけど、ここまでのポイント振り返りますと、はい、同点です。追いついた、足もいし。なので最後の問題次第ではしっかりこう勝ち負けがね、つくというわけなんですけれども、最後の問題は難易度を上げたいと思います。さあでは問題いきたいと思います。キャッチフレーズが左手からイリュージョンを出す女。キャッチフレーズ、左手からイリュージョンを出す女。このキャッチフレーズのプロは
どなたでしょうか。ではヒントいきたいと思います。お願いします。この方は女性、日本プロ麻雀連盟所属でございます。でも本当これ合ってんのかな。はい、左手からイリュージョンを出す女、衝撃みたいだった今。左利きの連盟さんの女優。はい、シンキングタイム終了いたしました。お二人の答えはどのようになっているんでしょうか。まずは近野さん。はい、青井ゆりかプロ。うん、はるちゃんは青井ゆりかプロですけど、違う、僕も違うと思いながら書いてます。さあ正解は、左手からイリュージョンを出す女、正解は青井ゆりかプロです。あ、合ってた。やった、おめでとうございます。お二人とも正解。はるちゃんは漢字も書けている。さあ最後この問題、どちらも会いました。やった、ひなつさん罰ゲームってことですか。あー、よかった。やったね、よくしといたね。よかったね。なのでよかったよかった。コーンを続けるためにもう一問いきます。いや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 、なんでですか。最後の一問こちらです。いい、マジ、マジ、全然いいよ。キャッチフレーズを言うのでプロのお名前をお答えください。最後は早押しとします。これが最後の問題です。お二人とも残念ながら、もう早押しってことは書かなくていいのね。そうです、早押しなので書かなくていいです。手を挙げてください。我ら最高位戦日本プロ麻雀協会からいきます。ま、キャッチフレーズです。麻雀界のネット弁慶。麻雀界のネット弁慶。はい、はい、このさん、石井一馬プロ。ブー、あ、ブーはい、はるちゃん答え箱でいく、答え箱でいく早押しでいい、早押しでいい、答え箱でいく、早押し、はい、はい、朝倉浩信。ネット弁慶って何、むずすぎてわかんねえ。まーちゃん、ネット弁慶、顔が出てるんだけど名前が出てこないんだよ。あー、もうちょ、もうちょっとヒントください。あ、ちょっと待って、ダメ、あーダメ、もう喋ってるとこを想像してるのに、もう名前だけ。最大のヒントいきます。いやーもう無理。金子正人。金子さん、もうやーごめん。はい、しっかり。神尾亮プロです。正解、正解、神尾くんでした。神尾くん、もうちょっとなんか名前言いなよ。金子さんしか出てこなかったよ、もう。神尾くんで罰ゲームすんのやだな。しょうがない、負けたんだから。神尾くん出てこなかったんだね。神尾くん出てこない。だってさ、もう顔とブログと金子さんとっていうのも罰ゲーム引っ掛けたのも全部覚えてて、あの一番最初のやつも全部覚えてたのに。ネットやってるんだね。辛かったな。辛いな。というわけで今回の罰ゲームは中田さんのプロです。あ、拾いますね。やーだありがとうございます。キャッチフレーズ罰ゲーム、カメラに向かって飛び切りの笑顔で愛の告白。3、2、1、結婚してください。以上です。結果は思い出重くていいんだよ。もうなんか付き合ってくださいとかそういうんじゃないじゃん。好きですとか来ると思ったけど、ない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 。こんなさ、リアルでしたね。愛してるとかじゃなかったよこれ。早くしないといけないから。もうなんか付き合ってとか、お食事にとかは無理だから、ね、婚姻届け持ってくればよかったね。それはね、印鑑持って集合だね。さあというわけで今回はキャッチフレーズクイズでした。どうでしたか、お二人ともやってみて。ちょっと精神的に疲れた。そうですね、これは日向さんもやってほしいところですよね、うん、僕たちだけじゃなくてね、なんか笑ってますけど、あなたできるんですかって思いますよね。やりたかったんだけど、ドップがいないからさ、ごめんね。まあ、あの今の問題出されたの感想としては、ドッポさんがいたら負けてたと思う。あ、ほんと？なんかそんな気がする。ドッポさんはもっとやれてた？怖い男だね、ドッポさん。ドッポさんなんかね、いろいろ知ってそう、まあ、友達も多いしね。確かにそっか、じゃあドッポさんいなくてよかったですね。そうなのかな。間違えてしてしまいました。漢字はすごい、はるちゃんかけてたけどね。いや、漢字ポイント欲しいな。かけるかかもしれなかったけど、間違えた方が絶対ダメだから。間違えない、知ってるもん。そうか。
さあ、というわけでいろんな方のキャッチフレーズ勉強になったんではないでしょうか。次回もね、またいろんなクイズやっていきたいと思います。こちらね、読み込むわ選手メーカー2019、こちらでまた遊びたいと思います。動画ご視聴ありがとうございました。バイバイ。